この段階で、のみもやすりもまあ入れてるんですけど、こっち側に、まだ角ができているので、まあ、前々回にやったように、この角をまあ丁寧にちょっと落としますね。で、とりあえずここに、全体にまんべんなくヤスリがかかっていれば、この作業は終了でいいかな。これから目止めの作業に入ります。気になったところちょっと直しとかなあかん。今回の目止めなんですけど、まあ、前回はですね、こちらの貝は、なんていう、黒い粉を吸い込むことはないので、いきなり瞬間接着剤を、まあ、黒い粉をまぶして、瞬間接着剤を入れましたけども、今回はこの白い縁のところに、白い飾りのところも木なので、黒い粉を何て言うの、吸い込むというか、黒い粉がこの木目に入ってしまう可能性があるんですね。だからまず白い部分だけを、瞬間接着剤で、吸い込み防止と目止めを兼ねて、白い部分にだけ集中的に瞬間接着剤を、入れて目止めをします。で、その後、この黒い粉をまぶして、黒い部分を目止めするわけです。まあ、手間かかりますけど、この白い部分がきれいに白いまま残すには必要な作業なのでやっていきます。いつもの瞬間接着剤ですね。もう100均の普通のやつです。ゼリー状とかじゃないやつです。この白い部分に、覆いをかける感じですね。これで黒い粉を垂らしても白い部分に入っていかずに、仕上がりが締まった感じで、になります。ことも忘れずに。例によって手にくっつくので、ここから持つとこがなくなるので一発勝負です。こう持って、一瞬回りましたね。で、これで乾燥を待ちます。